まずお疲れ様でした。はい、8回目ですね。どうでしたこう終えてみて。でもなんかその人に見られてアフレコしそうで初めてだった。なんだろう、緊張しましたね。やっぱりこう、みんなが見てる中でこうセリフを言うっていうあまりやったことないと思います。そうですね。そうですね。カメラとレンズがこっちを見て、それもさらに緊張して結構できました。人前で歌うっていうことは、うん、そうですね、歌うのはもうずっと昔からやってきて、昔よりは緊張しなくなりましたけど、やっぱりアフレコはそんなにまだ経験がないので、そうですね、人に見られながらのアフレコってことで、やっぱり、はい、緊張しましたね。だいぶ練習したんですか？そうですね、たくさん自宅とか移動中とかに台本を読んで練習相手。練習相手ですか？あ、でも練習相手は家とお母さんに一緒に練習を付き合ってもらったりとかしました。なんか演じる上で気をつけた点ってあります？気をつけた点は、まあ、つきちゃんを演じさせていただいたんですけど、つきちゃんは本当すごく活発で、すごく元気な子なので、なるべく夏希ちゃんに近づけるように、私もアフレコ中はいつも夏希ちゃんのように元気元気な感じで夏希ちゃんに近づけるように心がけました。あゆに似てるじゃん。似てますか？え、どこが？あ、で元気だった。あ、本当ですか？でも本当にすごくかけ離れてるところがあって、すごく運動神経抜群で、なんか道の真ん中にピョーンとか、バク宙したりとか、すごく運動神経が良くて、私は運動が苦手なので、そこはちょっとかけ離れてるなと思ったんですけど、なるべく夏希さんに近づけるように頑張りました。そもそもいつオファーあったんですか、この仕事って。いつなんですかね。ざっくりですか？え、私が去年です。去年。ざっくりとか去年。去年。はい。でも去年ぐらい、今年も一緒にちょっとアップデートに私はお話を聞きました。これまでのテレビは経験あるんですよね。映画は初めて。そうですね。映画、アニメは。初めてです。どうぞ、アニメファンとして、劇場版のアフレコやってみて。はい。いやでも本当、なんですかね、私自身もアニメはすごく大好きなので、しかもアニメ映画ってことで、すごくこんな、すごく、なんですかね、大きな共有、映画に関わることができて、本当にすごく嬉しいですね。